よっしゃみんな、やってくぜ、ナイトクライ。はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーと申します。よろしくお願い申し上げます。本日はね、お日柄も悪い中、この動画まで足を運んでくださって本当にありがとうございます。今日は風がきついですね。夜とかも寝てる時とかに風が窓に当たってすごい うるさかったです。そして雨も降ってますね。なんかこういうジメジメ、さっさと始めまーすでも雨が降ってる日ってなんかテンション上がんないんですけど、逆にテンション上げてやっていこうと思います。ではコンティニュー。前回どこまで行ったっけな。前回なんかトイレットペーパーがないとか、トイレ行ったらトイレットペーパーがないとかいう話をして終わったような気もするけど、してないような気もしますね。やっていきましょう。ではですね、別に特に向かうところもないんですけど、まだね、広くて探索してないところがあるので、ちょっと行きたいんですけど、その前にですね、やっておかなければならないことがあるんですよ。こっちの方にこうやって、上がっていってですね、ほらこれね、これこれです。皆さん、ここの血を踏んだ瞬間にね、電話かかってくるっていう情報を極秘入手しましてですね、皆さん。出なかった、電話出なかったんだけど、ちょっと待って、今の出ないといけない電話、もう一回言ったら、そんな便利なもんじゃない。待って、みんな、出ないといけない電話を話してて出なかった。詰んだこのゲーム、もしかしてもう俺終わったかな。俺のナイトクライここまで、もうマジかかんないかも。ちょっと待って、一旦下へ降りてですよ。で、もう一回上がる。そして、もう一回血を踏んだら、かかれ！かかってこない！嘘！自分からかけようかな。誰からかかってきたんだっけな。誰からかはわかんない。正解だったっぽい。よかった。つむじないですね。ケリーからだ。生きてる人には誰にも会ってない。そうか、こっちも同じだ。安全そうな場所も見つからないし、このままじゃ化け物にやられるのも時間の問題だな。怖いですね。まあ、もう少し探してみる。そっちは何かあったら連絡くれ、ということで。それだけ？待てよ。これ多分ね、多分だけど、さっきの電話出ないといけなかったパターンだと思う。俺思うんだけど。どうだ？繋がんないね。待てよ。一旦部屋移動するか。こっちとか行けんのかな？開くんだ。こっちの方でまだあれですよね。見てないところとかもあるんで。どっちから来たんだっけ？こっから入ってきたのか。ってことは、一番奥の扉とかもまだ入ってないんですよね。でも行けないか。なんか柵みたいにしてありますね。右の方は扉もなさそうだし。もしかしてもう俺制覇してる？この上は。電話。こっちなんかある。あれる？どこ繋がってんだ一体。うわ、また廊下だ。長えな、マジここ。広いですね、本当に、やけに。ここは？誰の部屋？怖い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 。どこ？何ここ？こんなとこ知らない俺。バー？バーですね。なんか荒れてるけど。何これ？グラスからこぼしたらしい小さな水玉ができている。それだけか。誰もいないしな。特に調べられるとこもなさそうだし。なんだ？おいおいおい、どんな趣味だよ。最悪のオブジェ。悪趣味すぎるね。服をかけるもんですよ。腕をかけるもんじゃないですよ。さあ、奥へ入って。左側行きます。左側行きます。行けません左側行けません、皆さん。僕は完全に騙されてます。なんでこれ？ジュークボックス的な？ほうほうほう、やけに古びたジュークボックス。色合いがなんかやばいな。ランプもすべて消えている。それだけか。なんかできたりしないのかな？関係ないか。まあ、2、3回調べたら変わるってところもあるんでね、このゲームは本当に。なんで？どうしたの急に？なんで突然スイッチが？確かに。しかもいいね。はい。はい。イェーオーケー、みんなもノリノリ、イェーなんだよ、この、これ、マジで、あのジュークボックス。もう一回ここ調べたらなんかあるとこないかな。一緒ですね。BGM がかかったからなんか変わるってわけでもないし。行きましょうか。恐ろしい恐ろしい。でもやっぱ音楽の効果って偉大だよ、本当に。音楽かかっただけでめっちゃ楽しくなったもんね、今。この奥は？なんかある。待って、どっちが来たんだっけな、これ。
向こうから来たんだっけな。ってことはこの奥へ行ってみましょう。こっち側に。さあ、なんかあるか。明るいところでも俺はスマホライト使う。これ何？またエレベーターか、これ。あー、エレベーターね。カードキー持ってないよね。クルー用かピップ用。なるほど。で、動いてるね、一応。緑になったってことは。なるほど。オッケーです。ビリヤードの玉そういえばゲットしたからさ、なんか使えたりしないのかな、ビリヤードの玉、あのビリヤード場で。なんか外で雨が強くなってきたね、風と雨が。恐ろしいな。ここじゃなくて、パーティー会場どんな感じなんだろうね。パーティー会場も一回見てみたいな。あんなに人がいっぱいいたパーティー会場。さあ、ただいま。帰ってきたよ。ビリヤード台で、待てよ。ここも血がついてて、そう、なんか死んでんだよね、あそこで。あの、副船長が。完全にやられてんだよね。おい。嘘。趣味悪。誰がやった？やばい、なに、なに、誰なに、やばい、おぶんの。え、また？え、お前？しかも、お前かよ。ちょっと待って、お前どうやってビリヤードじゃなくてダーツできんだよ、お前そのハサミ持ってんのに。なんでハサミ投げてこねえんだよ、逆に。なんか、助かった。マジか、また逃げんの、俺。どこへ逃げんだろ、一体。ちょっと待てよ。逃げれる場所がわかんねえ。ダメ、そっちパーティー会場絶対開かない。俺の予想だけど。よしよし、奥へ行こう、奥へ。ゆっくりゆっくり。体力調整しっかりして。こけんじゃねえって、マジで。歩かせるって皆さん言いますけどね。こいつ歩けないからね、多分。ゆっくりこうやって。あ、こう状態？ほら、追ってきてるし。ジェロームの部屋も多分怪しいから、ちょっと奥まで行きましょうか。やべえ、どこで隠れるんだろう。わかんねえ、隠れるポイントが。こっちは降りるでしょ？よし。わかったかも。あ、BGM 消えた。けど、追ってきてる音するね。そう、このゲームね、なんか BGM 消えるんだけどね、追ってきてる音するんだよね。わかった。前回調べた、なんか、服売ってるところに、なんかあったじゃん、隠れるところ。服着替えるところ。試着室。あそこ一回逃げて込んでみよう。まあ、試着室がどこかわかんないんだけど、俺には。当てもなくさまよってみるか。これは右だね、どう見ても。あ、まだ、ジョキジョキ聞こえる。あ、あった？これじゃない？あ、ここだ。よしよしよし。近い。いいね。いいぞいいぞ。こけんじゃねえぞ、こんなとこで。で、試着室まで行け、ゆっくり。ゆっくりでいいぞ。そう、ゆっくりだ。落ち着いて、こけたら意味もないからな。こいつこけたら立ち直るのに結構時間かかるんでね。ゆっくり行こう。ホラーゲームでこんなゆっくり逃げたの初めて。え、逃げれないみんな。嘘。え、嘘でしょ？マジか。ちょっと待て。それは予想外。これ予想外すぎるな。どこへ逃げんだ、じゃあ俺は一体。トイレか？やっぱこんなゆっくりしてる場合じゃなくない？なんかあんま緊張感ないんだよな、このゲーム逃げてるとき。ゆっくりしてるね。こけんじゃねえぞ、でも。やばい、周りが赤くなってるときはやばいんだよ、マジで。ゆっくり行け、ゆっくり。後ろ来てる？案外来てないね。よし、一回止まって、体力を保って、回復するまで待って、来てないね。音は聞こえるんだけどね。オッケー、大丈夫か？治ったか？いいぞ、ゆっくりな。なんか逃げれる場所。ここは？入れない。嘘でしょ？やばくない？来てない。ジョキジョキ聞こえるけど追ってこない。どっかで引っかかってるのか、それとも本当にバカなのか。なんなんでしょう、一体。とか言ったら前から来たらどうしよう。え、やばい、これ行き止まりだ、みんな。やばいかもしんない。これ、だってエレベーターだもんね、使えないもんね。戻っていくの？でもなんか戻ってってもなんか勝てそうな。あっ、なんでないつ。え、あいつバカだろ絶対。ええ、こっちにいるよ。え、こっちにいるよ俺。おーい、むしろこっちにいるよ。え、みんな。みんな、なんか全然違う方に向かって頑張ってるあいつ。え、このゲーム何なんだろう一体。でも俺こっから動いたら死ぬな、これ完全に。何やってんあいつ。血迷ってるな。どうしたらいいんだろう。こっち行けるか。ライト消そう、ちょっと。せめてものライト消そう。あ、なんか、誰か人いっぱいいるんだけど。なんだあれ。なんか人いっぱい立ってる。
え、入れない中に。え、何ここ何ここ。え、待って、なんか人がいる。え、何やってんのあいつら。え、これ入れない。でもこいつがいるから、ちょっと待って、こいつがいるから連打。ちょっと待って、中入ったら勝てるじゃん。だって勝てるとか、なんか助かるんじゃねえのこれ。え、なんでガラ空きなの入れないのこれ中に。え、もうどういうことだよ一体。おい、ちょっと待って、こいつから逃げてるからかな、入れてくれないみたいな感じ。もしかしてそんな鬼畜なの。え、なんかいっぱいいたよね、でも人。なんだなんだなんだ。とりあえず逃げ切らないと。逃げ切ってあそこに行けばいいのかな、もう一回。とりあえずトイレに入ってきたぞ。トイレの個室でどうだ、個室でどうだ。よし、オッケー、ここ逃げ切れるポイントっぽいな。よくやった。これ大丈夫でしょう。トイレが出てこないよね、まさか。なに、やばい、合わせるパターンね。気をつけろ、気をつけろ、見つかるんじゃねえぞ。大丈夫か、大丈夫か。おー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 おお、やばいやばいやばい。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。結構揺れるね、心臓が。なんかトイレでかくね。え、これ絶対でかいよねトイレ。おい、人間の体よりもでかい便器なんだけど、これなんだこれ。落ちるだろ絶対中に。いや、お尻絶対落ちるわ。なになに、怖い怖い、この視点怖い。あ、どっか行ったっぽい。うわ、よくトイレの床にそんな顔をすりつけられるね。俺だったら絶対無理だわ。別に潔癖症とかでもないけど。あ、OKOKOK、 やったぜ。これで一応逃げてく、逃げられましたね。よかった。じゃあ、あのみんながいた倉庫に行ってみるか一回。ちょっとあそこなんか楽しそうなことしてたんでね、いっぱい人がいて。行ってみましょう。さあ、やってきました、ここに。え、開かない、ピクリともする気配はない。は？嘘つけ、お前さっきガラ空きだっただろ、おい。そんな、え、こんなのひどいよ。やっぱ分かった。あの電話を多分出とかないといけないんだ、ちゃんと。あの電話が多分フラグになるんだと思う。じゃ、一回もう一回戻るか。うわ、なんでだよ、あいつら。ひどくない？これいじめだよ。ちょっと電話かかってくること期待したんですけど、一切かかってこなかったので、ですね、一旦もう一回さっきハサミ男が出たところまで戻ってみて、ちょっと副船長とか調べてみようと思います。もしかしたらなんかあるのかもしれない。っていうか絶対なんかあるよね。うん。さあ、帰ってきましたよ。でも大体ね、ハサミ男からの逃げ方も分かった気がする。ビリヤードの弾とかもなんかありそうだよね。関係ありうん。ここら辺でビリヤードの弾とか使えねえのかな？ちょ、待てよ。待てよ、待てよ。こっち。これは？ほんほんほん、ボールが数個無造作に転がっている。ビリヤードの弾って9個だったけど、随分ボールが減っているみたい。この持ってる8のボール。待てよ。持ってる8のボールを、ここで使えたり。あー、使えない。ここで使えない。じゃ、逆にどこで使うの？一番絶好のポイントでしょ。海に来て釣り竿使わないみたいなもんだよ。ついさっきまで誰かがここでドリンクを飲んでたのだろうか。マジで？ハサミ男ドリンク飲んでたの？もう一回調べたらなんかまた襲ってくるとかないよね。うわ、これグロいな。ひどいありさま。ひどいね。胸ポケット何が入ってる？何？カードキー！やったよ。マジ乗れるんだけど、普通にエレベーター。マジか。来た。それ乗らないといけないパターンか。え、じゃあさっきのなんかさ、人がいっぱいいたとこ何だったの？マジで。マジで何だったのあれ。なんであそこあんな開いてたんだろう、扉。全然わかんねえ、このゲーム。とりあえず乗りに行くか、エレベーターに。で、パーティー会場は、あと、どうなんですか？パーティー会場は入れるんですか？暗くなってんのかな？あ、もう、なんか開けようともしないわ。真っ暗ですね、そして。闇を感じる。さあさあさあ、行け。オッケー！ VIP カード使う。は？電源が来ていない？ちょっと待てよ、お前。いや、それは嘘だろ。え、それは嘘でしょ？だって緑ついてたじゃん。なんだって？あ、もうわかんなくなってきた。もうわかんなくなってきたぞ、みんな。電源が来ていないパターン？それはまずいパターンですよ。
お、あ、かかってきた。かかってきた。出ろ出ろ出ろ。速攻で出ろ。来た？来たか？頼む。お、やった！今みんなと合流したよ。これだ、これこれ。合流？これを待ってたんだ。ああ、商業エリアの奥にある倉庫があるだろ。あの倉庫ですね。他のみんなと一緒に待っていると。ここなら安全そうだし、お前も来いよ。やっと誘われた。よかった。だから、ぼっちが同窓会に誘われた嬉しさみたいな感じ、これ今。そんな感じ、今本当に。いや、みんな、だから同窓会はね、全員誘ってあげよう、本当に。もうだから、誰かを仲間外れにするとかダメ。あと、あいつ来ないだろうとかも思っても一応声かけること。それが大切です。何言ってんだろう、俺本当に。ということで、まだアイテム回収してないのがあるんで、もうちょっと回収してから行きます。はい。さあ、ここですよね、倉庫。着いた着いた着いた。よし、みんな立てこもってるってケリーが言ってた倉庫はここね。そうだね。確か近くに来たら電話しろって言ってたけど、電話すればいいのか。そしたら開けてくれるってわけか。とりあえずもう一回調べても、びくともしないんだ。なんで あの時開いてたんだろうね、本当に。あれ本当にバグなのかな？マジで怖いんだけど。で、ここで電話すると。出てくれよ。これ出てこないとかないしだよ。来た！やった！わかった。今開けるよ。いや、もう開けてんじゃん。うん、ちゃんと閉めてね。よくやった。これで？どうなったんだ？お、みんなと合流か？みんな、よかった。みんなと合流できた。おー、おっさん。さっきなんで手を伸ばしてくれなかったの？俺に対して。君は誰だい？ルーニー。はじめまして、ルーニーです。あ、こんばんは。あ、ルーニーって俺か。アンジー。ふう、こんな時に挨拶なんかしてくるのね。アンジーよ。こんばんは。あなたさっきまで外にいたんでしょ？誰か生きてる人に会った？いや、会ってないね、一人も。私に夫が見つからないの。ジョン・トンプソン。こいつあいつか。あのジョン・トンプソンね。ケリー以外には誰も生きてる人と会ってない。そう。殺されてるんじゃない、トンプソン。うん、なんだかんだ言ってしっかりしてる人だから、どこかで無事にしてるとは思うんだけど。なるほど。おっさんは？何そのポーズ。おい、こいつやばくない？こいつやばくない？口の動きやばくないか？だいぶ疲れてるみたいだけど。いや、お前の方がやばいぞ。何このマークの。太陽のマークの T シャツって。だいぶ疲れてるみたいだが、あまり心配しすぎない方がいいぜ。あ、わかりました。俺なんか、こんなシチュエーションに巡り合わせたことにワクワクしてるくらいさ。やっぱやべえやつだ。うん。もう一回喋りかけたらなんか変わるとかあるかな？あなたは誰か心配しなくちゃいけない人はいないの？おい！ヒリア獣ってことをこれ言われてますね。います。せめて安否だけでも知りたい人が。あ、まああいつか、なんだっけ、よくわからない指揮者か、世界的な。誰だって大切に思う人がいるはず。決して手放せないお気に入りの服のようにね。いつまでも手元にいて当たり前のものだけど、あなたの大切な人も無事だといいわね。ええ、無事だと、そう信じています。なんだこの人、何を知ってるんだ一体。一緒ですね。じゃあもう一回このこいつに話しかけるか。お嬢さん、だいぶ疲れてみたいだが大丈夫かい？あ、これ同じですね。やっぱ口の動き気になるな。恋みたいな口の動き。絶対こいつ前世恋だからね。お前は誰だ一体。ウィゴ。あ、え？こいつあの義眼洗ってたやつじゃないよね、まさか。おじいさんが謝る必要はないでしょ。違うね、こいつ。いや、私はウィゴボーラーズ。この船の王だ。こいつ黒幕だ。みんなこいつ黒幕。何が原因なのか、何が起こってるのか、それはわからないが、とにかくこの船で起きたことの全ての私の原因、私の責任にある。って、いい人風に言ってるけど、本当にこいつが悪なんだよ、多分。危険だな、こいつと一緒に行動する感じか。君は船長には会ってないのかね？副船長にしか会ってないですね。副船長はもう、完全に顔面にダーツやられて死にましたけど。連絡がつかない。すいません、化け物が現れてから船長さんの姿は見てないんです。そう。そうか、もう化け物やられてしまったとは思いたくないが。やられてしまったかも。こいつは悪だよ、本当に。今すぐ。こいつ、やばいよ、本当に。縛った方がいいよ、本当に。マジかよ。ルーニー、あなたは無事だったのね。はい。マリアさん、どこを向いてるんだい？教授は？レナと教授は一緒じゃないの？一緒じゃないです。レナと教授、だって無人島へ行ったからね。いえ、私も知りたいです。教授がどこにいるのか。めっちゃ心配してんだ、こいつ。教授は事件解決の手がかりを求めて船内を探索しているらしいわ。それじゃあまだ船内のどこかに？そうだね。わからない。あれから連絡がつかないのだもの。まあ、無人島にいるんですけどね。今。多分襲われてますね、今。ちょうど。さあ、もう一回話しかける。ああ、教授と早く連絡がついてくれれば安心できるのに。もうすごい心配してるっぽいけど。なんか堂々としてますね。多分大丈夫だと思います。フィールドワークも精力的にこなすくらいタフですから。
ほんとかよ。当然でしょって、だいたいおかしいのよ。ほいほいほい。え、何がですか？一体何がおかしいんですか？その手の動きが気になるな、こいつ。じっとしろよ。なんで死にたがりのあなたが平気な顔でここに立っていて、教授は安否不明だ。え？何こいつマリア。本来なら逆じゃなきゃおかしいでしょ。あなたはいつだって死にたがって教授に迷惑かけてんだから、お前ひでえな本人前にして。ルーにかわいそう。こんな可愛いのに、可愛いからかな、嫉妬されてんのかな。え、やべ。私に話しかけないで。なんでお前その髪型。なんで、これ、0対9じゃねえか髪型。いや違う、0対9って1どこに行ったんだって。10対0じゃねえか前の髪型、わけ。どっち向いてんだお前。お前ちょっとやめてよ、ほんとに。話しかけるたびにもしかして向くのかな、向く方向変わるのかな、これ。もう一回話しかけてみよう。ワクワク。同じなんか。さすがに無理か。さあ、なんか嫌われてますね。ちょっと悲しいことに。とりあえず、扉の作りも頑丈そうだし、教授が助けに来るまでここに立てこもっちゃ安全。教授、救助が来るの？さてね、これだけの騒ぎになっていや、来るの誰かが救助くらい求めてるんじゃねえの。それよりここに来るまでにモニカとジェシカ見なかったか？モニカはもう、今多分下の階を頑張ってますね。私は見てないわ。そっか、まあ、どこかで同じように隠れてるんだと思うけどな。そうですね。ジェシカはもう死んでますね、ちなみに。やだな、俺この人たちと。この微妙なこの、みんながこうみんな、あんまり近寄らない感じもやだな。あ、なんか、ここ調べられるぞ。後から調べよう。私、モニカとジェシカを探してくるわ。やめろ、そういうことすんじゃねえ。は？マジで言ってる？やめた方がいいよ、絶対。一人行動は危険。それに教授とジェ。あ、iPhone の、電気切れたんだけど。ああ、ついたついた。まだ無事なのか心配。なんだよ、また死にたがりが出たのか。人殺しの化け物がうろうろしてんだぞ。確かに、危険だね。わかってる。けど、この状況から助かる方法も探してきたいの。ああ、勇敢だね、ルーニー。お前、そんなアクティブなキャラだったっけ？キャラとかもう今更どうでもいいわ。それとも、死にたがりだから怖いとかそういう感情がぶっ壊れてんのか。なんだ、死にたがりっててか。よくわかんないけど。まあでも、とりあえず、ルーニーの闇は深いですね。まあいいや、自分の命なんだし、好きにしてこいよ。モニカとジェシカのアドレスは知ってるか？いや、知らないです。友達いないんで。知らない。かわいそうになってくな、ルーニー。ま、お前、ハブにされた。待ってる、今、アドレス転送するから。かわいそうなんだけど、なんで？一番かわいいと思うけどね、ルーニーが。一つだけ言っておくぞ、ここに立てこもってるのは、うちらの知り合いだけじゃない。なるほど。他の人間も立てこもってて、全員が絶対に助かりたいと思ってる。まあそうだね。だから化け物に追われてる時に開けてくれって言っても絶対に開けないからな。あれなんかちょっと開けてたけど入れてくれなかったんだけどな。ここに呼び寄せてしまう心配はない。気をつけてくれよ。オッケー。いくら死にたがりって言っても一応知り合いに知られちゃ目覚めが悪いからな。いやお前、心配してんのか。なんか死んでほしいのかどっちなんだよお前。ツンデレかこいつも。一緒ですね。あとなんか調べられるもんないし、ここなんか気になるね。なんだ？なんなんですか一体。水漏れを起こしており部屋の隅に水溜りが できている。怪しくないか？関係ないの特に。それだけか。もうこの真犯人捕まえようぜとりあえず。他になんかないのか。あ、待てよ。これも関係なくて。じゃあ、ということで、ちょっと一旦今回はこれくらいで終わりにしましょうかね。また次回続きをやっていこうと思います。アドレスもゲットしたんで、友達がだんだん増えていきますね。友達作るゲームかだったのかもしれないね。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してってね。大丈夫か、ルーニー。何やってんだ、お前。では、また次回お会いしましょう。ポッキーでした。